ネットリックスに関わらず海外 の, その配信サイトっていうのがいっぱい出てきてる中でいうと、まあ、僕は監督の立場から言うと今はすごくその僕らみたいなその、まあ、これからの世代で言うとすごくチャンスだとは思いますし、それは映画だけじゃなくていろんな企業がそうだと思うんですよ。業界がどっかでなんか競争の原理が働いちゃって、まあ、いいですよ競争するのはいいんだけど、助け合いながらだって競争できるじゃん、ゼロサムじゃないよって僕すごく思うんだけど、そこなんですよ。そこが圧倒的に僕が見たアメリカの業界と日本の業界の違い、映画業界とビジネス業界につながりましょうよって僕は常に言ってる。それドアを開いてっていう、みんな業界同士のつながりももう関係ないからつながっていこうよ、みんなでつながっていこうよ、とにかく中抜きの人たちなくしちゃって中間業者なくしちゃってそうです、ね、いやそれは言うべきことだと思う、これみんな分かってることだから、はい、しかしそこを言わないから変わらない。2番目の海外の話にもかかってくるんですけど、うん、日本ってやっぱり映画の労働問題っていうのも結構言われるじゃないですか、うんうん、それは治ってきてるんですか、それともまだまだやっぱり海外と比べて遅れてるところがあるんですか。聞くところによるとだいぶ良くなってるっていう話、はい、良くなってる前が分かんないんだもん僕はそうですね、まあ、ただまあ、10年ぐらい前から僕は一応スタッフとか始めて、うん、その頃は本当にもう1時間2時間寝れたらいいみたいなレベルだったんですけど、まあ僕も知ってる限り、はい、自分の作品も含めてそれは全くない、うん、そっちもないです。あ、それをやってはいけないことだとずっと思ってたし、うん、僕は五右衛門の頃からプロデューサーやってますけれども、はい、もうとにかく家に帰すってことを最優先事項として、でスケジュール通りにやるってことですね。当たり前の話ですが、交番表というのがあるわけだから、はい、しかしその交番表をほとんどないがしろにしてる現場がほとんどで、じゃあ何のためにこれ作ってんのよって、まあ、それも無駄ですよね。でうちはもう確実にその交番表に従ってやるってことはもう五右衛門の頃からやってますよ。なるほど、うんうん、それは可能なんですか。やっぱり映画なんで天気が左右されたりとか、いえいえ、うん、だからそこが、はい、だからそれをやんなくていいっていうこと自体がおかしくて、なるほど、そうですね。そんだったらいろんなビルはどうやって建ててるんですかってことじゃないですか。確かにね、はい、いろんなプロジェクトがあって、はい、でもハリウッドはそれやりますよね。例えばラストナイツで、はい、撮影をした時、例えばモーガン・フリーマンとか使ってて、うん、もう定時できちっと帰りますよ彼らは。あ、なるほど、うん、押しても15分です。押しても15分で、それはやっぱりスタッフ全員そうだし、はい、15分もうだから終わりの方になったらもう急げ急げですよね。 あんだけ20何億使った映画でもそうですから。なるほど、うん、でそれはもうそういうものですよ、うん、だってそういうものだってなればやっぱりやりますよね、うん、で実際問題その、まあ、今最初の方で関わったミュージックビデオって最初の作品とかでスタッフとか見てて、あ、なんか悩む時間が多いんだなこの人たちはって思いましたね。うん、例えば僕は現場ではとにかく悩まないようにしてます。現場に入る前はものすごく悩みますよ。あ、で準備もものすごくするんだけど、はい、だから例えば僕が5分悩んだらそれを10回やったら50分じゃないですか。そうですね、50分って言ったらうち1日撮影 10時間なんで、その10分の1ですよ。そうですね、うん、それはしないようにしてる。その分を撮影に使う。確かに当たり前の話だから、起業家と何も変わんないし。確かにそうですよね、うん、海外の話ちょっと続けたいんですけど、はい、例えばネットフリックスとか、うんうん、お二人どう思われますか。ちょっとバックとして質問なんですけど、うん、そうですね、まあ、ネットフリックスに関わらず海外 の, その配信サイトっていうのは今いっぱい出てきてる中で言うと、まあ、僕は監督の立場から言うと今はすごくその僕らみたいなその、まあ、これからの世代で言うとすごくチャンスだなっていうのは思いますし、あとは、まあ、最近その、まあ、韓国の会社とかとも話す機会がいくつかあったりするんですけど、やっぱりこう、まあ、韓国は韓国とかでもこう国内で法は仕切ってるとかで、うん、まあ、外にこう出たいっていうのがすごくあったりとかするので、はい、まあ、それはネットフリックスに関わらずやっぱり僕たちも、うん、そういうところでこうできるだけこうやっていきたいなっていうのはすごく思ってますし、やっていかないといけないんだろうなっていうのは思ってるんですけど、うん、それはやっぱり配信する先がたくさんあるとチャンスが増えたりとか表現方法が変えられたりとかするっていう意味ですか。やっぱりその、はい、まあ、ネットリックスとかでいうと、まあ、世界配信じゃないですか。そうですよね、っていうとその例えば日本国内の、まあ、作品日本国内の舞台を撮る舞台の作品を撮るってなった時にその有名な俳優を別に使わない必要がないというか、確かに200カ国あった中の1カ国 の, その中での有名な俳優を使われるかは誰も知らないわけじゃないですか、ね、うん、残り199カ国は知らないんで、であればもっとこういい面白いというか素晴らしい俳優とか、あ、その、まあ、スタッフもそうですけど、その担保にこう縛られずに単純にそのクリエイティブ優先で
作れるっていう、まあ、それがどこまで今できてるのかは分かんないですけど、それはすごく可能性はあるんじゃないかなっていうのは思ってはいるんですけど。なるほど、はい、さっきからよく担保って言葉をお使いになるじゃないですか、はい、やっぱり今までの日本映画ってなんかそういう枠があったんですか、ちょっと抑えに行こうとか保険かけておこうみたいな。僕はやっぱりその自分は企画を売り込む側なので、はい、自分は担保みたいなものがないんですよ。その過去になんかこうヒットした作品もないですし、はい、まあ、僕の名前誰も知らないんで、なった時にそこでも戦えないんで、いかにこう面白い企画だとかっていうことを、まあ、これまで、10年近くやってきたんですけど、なかなかやっぱり豪華、まあ、当たり前ですけど出ないっていうのは、うん、まあ、これはあるので、なんかそこの一つのまあ大きな壁としてはやっぱりそういう、こう有名だとか、なんかそういうものが、まあ、自分はすごくやっていく中で感じたっていうのはあります。なるほど。じゃあ俳優さんがすごく有名なタレントさんだったら、あ、なんかヒットしそうな保証があるからいいよっていう人が多いっていうこと。有名監督だから、じゃあ有名な俳優を作りましょうとか。そうなんですね。そういうことにやっぱりなってるんじゃないかなっていうのは。そうするとなんか悪循環ですよね。そうですよね。だからそういう考え方、まあ、なんでしょうね。まあ、やっぱり今のこの日本の中だけで考えると、そういうふうにこうどうしてもなっていってしまう部分も、まあ、分からなくはないんですけど、まあ、一種の合理的ではありますよね、はい、ただそのさっきのおっしゃったネットフリックスとかの話で言うと、たった1カ国 の, その有名無名とかどうでもいいなっていうのがあると思うんで、うん、そうですね、どうでもいいですよね、はい、で僕らもそのネットフリックスの作品見てもその知らない俳優さんいっぱい出てる。いや全然知らないですよ。イカゲームとかも誰だこの人、分からないじゃないですか、はい、でも逆になんか新鮮で見てて面白かったりとか、変なこうなんでしょうね、このその俳優さんの過去の歴史とかを知らないからこそ楽しく見たいとかもあると思うんで、逆にそういうふうにこう世界配信とかでなんか自分はもっともっとこうそこいう場に行ってみたいなと思います。キリアさんどうですか、ネットフリックスのインパクトとか、うん、だからそれが何なのかっていうことを紐解いていくとですよ、はい、すごく単純に言うといわゆる資本力、はい、制作費を出してくれる、うん、入り口の話、はい、で宣伝をしてくれる、そのアウトレットがいっぱいあるってことですよね、うん、世界中にそれが届いていく、はい、でこの入り口と出口の話だと思うんですよ、うん、で真ん中の制作するってことは別に自分たちでできるんですよ、はい、誰だってできる、その辺が、うん、機材なんかもう iPhone でできるような時代だから、はい、そうですよね、うん、でそれが本当にこれから必要なのかっていう議論だと思うんですけれども、うん、で今 Netflix、まあ、それにディズニー、アップル、アマゾン、フール、もうアメリカ行ったらもっともっともっとあるわけですよ、はい、でそこはもう本当に飽和状態で、そこの中で何かを作るっていうこと自体がものすごいまた競争なんですよね、うん、これも10年ぐらいかも競争になってますけど、アメリカでは、はい、とんでもない競争なんですよ。それはそれでいいと思いますよ。しかしそれも全く基本的に政策委員会と同じようなことになってきてしまっていて、じゃあその担保はどうなんだみたいな話にやっぱなっちゃうんですね。なるほど、うん、それ最初は違いましたよ、はい、でも今はもうそうなってるんじゃないですかね、まあ、それはそうなりますよね。そうならざるを得ない、これは、うん、だからあれですよ、ベンチャー行ってお金くださいっていうのも同じですよ。なんていうか VC 行ってそうです、ね、ベンチャーキャッシュピアチュー行って、はい、そのプレゼンがどうなんだどうなんだなるわけじゃないですか、はい、同じことで、でそうなった場合にで僕はもうその次だと思っていて、うん、だって入り口の話お金、はい、出口の話それはアウトレット、はい、っていうか YouTube があるわけですよね、はい、これだと世界中の人たちが見てくれるわけですよ、うんうん、まあ、宣伝能力がないといけませんけれども、はい、ということはお金の部分と宣伝のところだけどうにかすれば、うん、そういう配信サービスすらいらないですよね、すごくフラットに考えると。確かに、うん、っていうのが僕はその次の未来だと思ってますけど、でそれのと思って世界の終わりからやったと。お金も自分のところで集めてきたし、なるほど、それにスポンサーがついているし、うん、で、まあ、一社やるって言ってたところが降りちゃったもんですから全編公開はできなかった。それでもそれがやるって言ってくれたらもう全編 YouTube でいいですよ、劇場もバイパスでいいと思っていた、うん、しかしやっぱ作ったら作ったら劇場で見てはいただきたいので、ね、劇場もやりますけれど、はい、であとは配信することはできますよね、 YouTube に載っける世界中に、はい、うん、理論上は、はい、であとは宣伝をどうにかすればいいってことになるし、なるほど、うん、それはこれからなんじゃないですか。その場合どこでマネタイズするんですか。マネタイズは別に、はい、入り口でやってればいいじゃないですか。だからテレビ局と同じで、テレビ局もスポンサー入れてマネタイズしますよね、はい、でそれ作ったものを後で劇場にかけてもいいじゃないですか。なるほど、うん、だってヒットさせてる作品はみんなそれなんでしょ。そうですね、なんとかザムービーじゃないですか、はい、同じことできますよね、うん、っていうことで世界の終わりからやってますけど、で実際もんで、ね、今最初冒頭40分を5分ずつに分けて、はい、出てますよね、もうタダで流してますから、はい、今
そこに CM も入ってるし、そういう意図だったんですけど、あのいきなりバンバン出てきたので、うん、何が起きてんだと思ってたんですけど、うん、あ、そう、なるほど、でそこに CM も入っているし、それを協賛していただいた方の CM だし、はい、はい、でそれで、それも見ていただいて、うん、これ面白そうだなと思ったら劇場に来ていただければいいですし、それは新しい映画体験になりますねと僕は思います。なぜならもう予告編は機能しないです。あ、そうですか、うん、だって予告編を見てですよ、うん、何月何日の何曜日に2時間時間を作って電車に乗って行きますかっていうことですよね。まあなんか全部同じに見えてきますけどね、最近あの思わせぶりなカットがいくつかあって大ヒットとかって、うん、で それだから、じゃあそれを担保するためには知ってる俳優、そうね、自分が好きな俳優、はい、自分がもう好きなあの原作っていうことでしか行かないわけで、それはその行動原理は分かりますよね、その逆の立場から考えたら、はい、だから映画を見るということがものすごくハードルが高いわけですよ、うん、いわゆる1800円でしたっけ、今1900円でした、1900円、まあ、あのなんとかデーで1000円500円になったとしてもですよ、うん、お金の話じゃないですもん。なるほど。どっかに電車に乗って行って2時間拘束されて、それも決められた時間に携帯も触れなくてっていうことを考えていくと、なかなかハードルが高いことだと思いますよ。なるほど、うん、でも確かにその方がいいですね。例えばこの映画もパーツで、うん、私先見たんですけど、なんかもっと見たくなるというか、うん、おそらく映画に行くときにストーリーをしに行くというよりは世界観に入りに行くと思うので、ちょっと部分的に、あ、この世界にちょっと入ってみたいな、2時間入ってみたいなと思ったら、まあ、行くだろうなと思いましたね。例えばネタバレがあったとしても、全然全然、はい、うん、だからそれでダメだと思ったらね、うん、もう本当にパスしてもらって全然 OK なんで、はい、うん、ただ見ていただいて、興味がない人たちに見ていただいて、あ、これなかなか面白そうじゃんって思っていただけたら、ね、ということだと思います。確かに。松尾さんはどう思いますか、今の。いや、本当にあの、はい、今は何でしょうね、昔はなんかネタバレどうこうってあったと思うんですけど、はい、むしろ今はこう分かって面白いって自分が思っていく人のが多いんじゃないかなとか、まあ、そこで安心しとかないと見に行かないみたいな。なるほど、なんかそれはすごくあるんじゃないかな。あ、だからアニメとか漫画で、ね、うん、スラムダンクとか、まあ、はい、なんかみんな分かってて行きますもんね、はい、うんうん、だからもう自分があの安心してから行きたいっていうのが今は大多数んじゃないなんじゃないかなって思いますね。昔だとやっぱりその映画館に行って初めてそこでそのいろんな展開があって、わーってこうネタバレがあって知るみたいなことがあったと思うんですけど、今はどちらかというともう全部分かってた上で行きたいみたいな、むしろその確認作業で、ね、確認、そうそうですね、うん、あ、なるほど、そういうふうになんかこう観客もなっていってるんじゃないかなっていうのはすごく感じます。そういうこと意識して作ってますか、映画。そうですね、まあ、あの今回僕がやったやつもあの、まあ、調べれば全てあの何が起きたのか分かってる、結末も分かってますよね、うん、だからそういう展開で見せる勝負はしないので、それによってやっぱりこうみんなさっきおっしゃったような確認じゃないですけど、あれって本当はどうだったんだろうかとか、まあ、そういう部分はすごく大きいのかなっていうのを思います。あ、それは面白いですね、うんうん、いつ頃からそういう意識をしてますか。いや僕はですね、正直そこまで意識できてたかというと、うん、できてなかった部分もあるんですけど、なんか、まあ、逆に言うと今日いろいろ話をお聞きして、あの僕はまだまだそのなんでしょうね、作品を作るってその展開みたいなこと先までをまだまだその考えきれてない部分がたくさんあったので、うん、まあ、これからの作品作りにそういうものをこう生かしていきたいなっていうのはすごく思って、うん、キリアさんに伺いたいんですけど、今世界では世界最先端の映画って今どんな考えを、いや僕は分からないです今みたいな考えってみんな持ってらっしゃるんですかね。もういや、もうそうじゃないとやっていけないですよね、まずが、まずは、だからもうビジネスなんで、はい、だからそこのビジネスの部分と芸術の部分がすごく高度で融合するっていうことを、面白いですね、やっぱみんな はい、やらないとやっていけないっていうことになってしまっている。ただその、まあ、さっきも申し上げたように、とにかくいわゆる映画も、ね、何もかもがコンテンツという名前になってしまった頃からすごく変なことになってきたと思うんだけれども、もうとにかく多すぎますよ ね、 そうですね、うん、見切れない、うん、で今やもう映画監督の名前すら出ないですよね。あ、思いません。例えばクリストファー・ノーラン以降の映画監督って、まあ、僕たち言えるけど、いや確かにそんなにタランティーノ、ね、クリストファー・ノーランですね、だから最新のスパイダーマンの監督とか言えないでしょ、うん、言えないです。そういえば言えないですね。言えないでしょ、うん、でそういうもんなんですよ、はい、だからなんかどっかで工場で作ってるニュアンスがものすごくあって、うん、上から設計図が降りてきて、はい、それを映画監督って呼ばれてる職人さんが入っていって現実化して、はいどうぞって、それがもう2週間に一遍どん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 こう来るみたいな。
なんかそういうニュアンスになってるんで、果たしてそれがいいかどうかっていうのもちょっとわからないっていうのは確かにありますよね。うん、それでもう劇場とかも数週間ですぐに次の作品で変わっていくんで、ヒットしなければ、だからそういう意味ではその映画というものが、まあ、ちょっと言ってることが矛盾するかもしれませんけれども、ちょっとなんていうかな、必要とされてるのかな、いわゆる僕は思うところですよ。そのエンターテインメントとしてのそういうものとしてはありなんですけれども、そのなんか人生を変えていくみたいなところのものが確かに少ない、どうなんかな、なんかそれもちょっと観客の人たちがそういうのを求めてるのかなっていうのもちょっ と考える時もあります。それはなるほど、そう、難しいですね、うん、難しいです、すごく難しいところに来てる。求めてるかもしれないし、あるいはちょっと数秒間とか数十秒とかの暇つぶしを求めてるかもしれないし、うん、だからもう本当にジャンクフードばっかりをずっと食べれるような時代じゃないですか、うん、はい、ソファに寝そべりながら、ここからまたベーシックインカムとか導入されてしまうと、そうですね、みんながもう本当にゴーグルつけたり、まあ、やることないからずっと動画見てると思います、ね、それを見て延々それ で、はい、でそこに対して何らかの栄養価値があるのかっていうと、うん、そうではなくてただ美味しいっていうだけのことで行く時代が来るのかなっていうとも思いますけどね。そうですよね、まあ、今もみんなネットフリ見ながら YouTube 見たりとかしてますからね。でネットフリもどんどんザッピングして、うん、ずっと見ないですよね、うん、だからそういう領域に僕は痛いのかなっていうのが最近思ってる。確かにそうですね。どうですかそれ。いや、僕そのザッピングとかを やったことないんですけど、あとこない、やってる人の感覚がちょっと逆に僕知りたいなって思ってて。早送りとかしないですか。絶対ないんですよね。そういう時代なのがちょっと時代というか、うん、そのじゃあなんでそういうことするかってことじゃないですか、うん、まあ、一種の、まあ、自分から逃げる作業なんですよね、うん、何かに向き合うことが逃げる作業、はい、で現代人の多くというのは向き合わないですよね。わかります、人と向き合わない、はい、あ、食事面と向かって食事してんのにちゃんとした議論をしないまま、はい、なんかさっき言った面白いことで終始してしまって、ね、お芝居して、うん、お芝居しながら喋ってる、うん、そのみんなで酒飲んでても同じこと、そうです、ね、っていう人たちがものすごく量産されたんだと思うんですよ、うんうん、でそうなった時に自分とも向き合わないわけだから、その時間どうするんだってなった時にもう埋めるしかないですよね。確かに空白を埋める作業でしかないですよね、うん、何かを得るとか学ぶとかそういうことじゃなくて、うん、っていう時代だと思いますよ。なるほど、うん、あのまあ、チャット GPT とか出てきてね、うん、はいはい、まあ、かつて言われてたのは AI が出てきて面倒くさいのは AI がやると人間は暇ができるので、そこでさすがに使用そらんじることはないと思いますけど、うん、そこでちょっと豊かな生活がやってきたりとか、すごい貧しいじゃないですか。あ、そこまで、いやだって今の日本がいい例ですよね、うん、戦後ずっとやってきて頑張っ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 て豊かになるように豊かになるように、でそういう豊かになったら今度便利になるように便利になる、うん、便利を追求していって何が起きたかっていうと、ものすごく貧しい生活してません、はい、確かにこんな安い金額でそんな牛丼が何て言うか500円とか、うん、そういうことありえないんだけれども、はい、じゃあそれが本当に豊かなのかっていうとちょっと違いますよね、うん、確かにそう、人間関係もそうだし、うん、豊かなようなんだけどものすごく貧しい、うん、っていうふうに僕には見えますけどね、うん、これも怒られるのかな。いや いいよ、映画監督だから、ね、全然すごく僕は個人的に生きにくいなっていうのはすごく思ってますね。なんかこう、まあ、だから映画作ってるんだなと思うんですけど、こう言いたいことは逆に言うと今すごく言いにくい時代ですし、うん、まあ、特になんかまだリアルの方が言いやすくて、特にネットとかだともう何になるか分かんないから怖くて言えないみたいなっていう、なんかそういうなんか制約された監視社会ですごく生きてるなって思ってまして、うん、それは多分そのちょっと戦時中のファシズムに近い部分があるのかもしれないですけど、なんかそういうものからやっぱり僕はそういうところじゃなくて、なんか自分のこうそのままにこう生きていきたいなと思ってるので、まあ、そのなんか逃げ道が僕は今映画になってるのかなと思うんで、うん、自分のこう言いたいこととか表現したいことを映画と通して言いたいなってなるので、なんかそれはあのキラさんの映画見ててもすごく感じましたし、なんかそういうあの何でしょうね、なんかいろいろ話はごちゃなって申し訳ないんですけど、うん、あの映画、僕は映画を見てて面白いなと思うのは、うん、その人がなぜこれを作りたかったのかなっていうのが感じる瞬間がある映画がやっぱり僕はすごく心に刺さるので、うん、それはもう大作だろうが、うん、帝王さんの自主映画だろうが、そこには多分変わりないと思うんですよね。なんかそういう作品作りをして
行きたいですし、できるだけそういう作品の面白さをもっと知ってほしいなっていうのはすごくあるので、なんかその何でしょうね、映画の面白さに気づいてないお客さんが多分まだたくさんいらっしゃるので、そういう人たちにもう少しこうなんかこうもっとこういう面白い面白く何でしょうね、こういう楽しみ方があるよとか、なんかそういうことを僕はなんか個人的にはいろいろ知ってほしいなと思ってます。この映画を誰かに伝えるとしたら何を伝えますか？こういうとこが楽しかったよとか。やっぱり何でしょうね、まあ僕はなんかその説明するのがあんまり好きではないので、とにかくまず見てほしいっていうのは言いたいですね。で、なんかこう何でしょうね、こう先入観を持って見てほしくなかったりとか、そうだよね、あとは何でしょう、あの自分のこういうところが素晴らしかったっていう押し付けもなんかあれじゃないですか。自分が見て僕はこの例えば登場人物のこういうところに惹かれたとか、なんか思うのこうもっと楽しみ方って広くていいんですけど、なんかそれもなんか今どちらかというとこう何でしょう、何でもこう答えを求めようとしすぎてるなっていうのは思っちゃうので、だから面白くないっていう意見があってもいいですし、それはもう自由なんですけど、なんかこう映画も本当にもっと自由なものだと思うので、なんかもっとこう何でしょうね、なんか感想を言う時とかも本当なんかこういうふうに言わないといけないんじゃないかなとか、確かにあるじゃないですか、はい、僕はこの面白さにここ気づいてないのかなとか、なんかいろいろあるじゃないですか、あそこは苦戦だったのかなとか、ね、もちろんそれはあると思うんですけど、はい、なんかもうちょっとこう自由に単純にこの、もう本当まずは、ね、伊藤さんが素晴らしくて、いや伊藤さん素晴らしいですよね、このもう本当に素晴らしいと思います、この子にもうどんどんこう、なんでしょう、こう見入ってしまうというか、はい、なんか大丈夫かなとか、はい、あるじゃないですか、ね、なんか本当にもうただじゃあ僕はまあ一つ言うと、まあ本当に素晴らしいお芝居をまず見ていただきたいなとか、いろいろあると思うので、なんかもっとこう自由に答え、分かりやすい答えをこう決めつけない社会にいたいなと思います、全く同感です、全く同感だから何でも言うけど、映画だけじゃなくてお店でもいい、レストランでもいいし、まず人ですよね、対人に対してもっと自由に接していいじゃないか、ね、違う職種だろうがどんな格好だろうが、ね、ちょっと話してみれば、話してみないと分かんないですよね。でそれ話すことに対して、接することに対して臆病な時代になってしまってる、そこもまたコストパフォーマンスみたいなことを求めちゃって、タイムパフォーマンスか今だったら、はい、求めてしまってるから、それであなたの人生は本当にそれで豊かなんですかって思ってしまう、めちゃくちゃつまんなくないですか、その人生って。いや、つまんないと思いますね。でしょ、うん、でそういう社会を、まあ、彼も言ってるし僕もそう思うんですよ、だから、まあ、本当にその自由、何でも言って僕も全く同感で、自由であるべきで、そのためにやってるわけですよね、芸術家なんて、だからそれを皆さんにも分かっていただきたい、皆さんもそうだったらよくないですかっていうことを提言するわけで、だからまあそういう意味では伝わってないってことなんだろうから、僕たちが頑張らなければいけないかもしれないね、そこの部分をね、クリエイティブで、すごく思いますよそれは。もう時間そろそろ来たので、最後3つ目、まあどうしたらいいのかっていう最後、まあ、たくさん語っていただいてますけど、改めてあの2人に1人ずつコメントいただきたいなと思ったんですけど、まずじゃあ松本さんから。自分のことで言うと、まあ、まずはやっぱりその、一つ一つ作品にちゃんと向き合って、自分がそのいいと、もう本当に 100% 思えるものをちゃんと出していきたいなっていうのをまず一つ思ってますし、僕 の, そのまあ自分の中の映画のテーマでもあるんですけど、やっぱり誰かのせいにするとかっていう、まあ何かのせいにすることは簡単なんですけど、なんかそれよりももっとこう自分事として前に向かってこう、考えていかないといけないんじゃないかっていうと、まあ、やっぱり自分もその映画の業界の中にいる中で言うと、その、まあ、問題の部分を担っている部分もあるのかもしれないので、なんかそういう、こう自分たちから何でしょうね、こう自分事として映画業界を、映画業界というか何でしょうね、難しいですけど、こうもっともっとこう なんて言えばいいんですかね、なんか良い方向に向かえるように、みんなが想像力を持って、あの接していく、いかないといけないのかなっていうのはそこ思ってますし、まだ僕もじゃあそうするためにはどうすればいいのかっていうのは、正直答えもまだ見つかってなかったりとかはしてるんですけど、まあ、ただただ、そうですね、まあ、まずは一つずつこう向き合って、ちゃんとこう一生懸命やっていかないとなと思ってるんですけど。ウィニーの金子さんに似てますね本当ですか、はい、誰のせいにもしなかったじゃないですか、あんなに
辛い思いをしてるのに、うんうんうん、なんかそれが僕はこの映画作りたいなと思って一つの求心力はやっぱりその金子さんという人を知ったことなんで、ただただ純粋にものを作ってて自己表現、そうですね、うん、でそれを本当は良い形で広げられたらよかったのに、なかなかそうする前に、うん、社会の中でこう潰れていってしまったっていうのがあるので、そういうこうなんでしょうね、こう外れてしまった人みたいな、うん、普通とはちょっと違う人をもっとこう許容できるような、うん、社会にこうなっていかないと、そうですよね、同じようなことになってしまうというか、だから僕はなんかそういう人をやっぱり描いていきたいですし、うん、なんかそう、それが少しでも社会の中でこう変わっていけば、もっともっとこうみんながこう住みやすくて何かにこう挑戦しやすいような社会になるんじゃないかなっていうか、なんか今すごく挑戦しにくい社会だなってすごく思うんですよね、うん、そうですよね、だそういうこう挑戦しやすい、もっとこう自由にその目を気にせずに、うん、なんかできるようになんか自分自身もやっていきたいですし、うん、そういうことを伝えていけるといいなというふうに思います。そうですよ、桐谷さん、はい、まず映画業界ということに関して言わせていただくと、はい、一つエピソードを言わせてください、はい、僕は2004年キャシャンをやりましたと、うん、そしたらものすごい勢いで海外のエージェンシーから電話がかかってきたんですね、うん、契約してくれと、うちのエージェンシーに入ってくれと、はい、全5社から来ました、アメリカので、そのうちの一つと契約をしました。そしたらいろんな脚本家さんだとか映画監督とかいろんな人とプロデューサーとか会わせてくれるんですよ。まずはとにかく会いなさいと、人にいっぱい会って、それで何人もお友達になって、その中の一人の脚本家がそのキャシャーの DVD をデビッド・フィンチャー監督に送ってくれるんですよね、うん、はい、そしたら数週間後かな、その脚本家と話してたら、いやフィンチャーがソニーピクチャーズの CEO にもう送ったからと、お前の DVD すごいですね、うん、そしてそのこからもう急展開で、そのデビッド・フィンチャー監督プロデュース、僕の映画をプロデュースするってなって、ソニーの会長と CEO と会ったんですよ。でその企画もちゃんとやるって話になってたんだけども、残念ながら2008年のリーマンショックでそれがダメになるんですね。でもそれ言いたいことは、とにかく助け合うんですよね、ハリウッドって。なるほど、全く無名のどっから来たか分かんない日本の監督にその DVD 見てこれいいよっつって送ってくれる、それすごいなと思ったし、でみんな例えばスティーブン・ソダバーグさんとも会ったことがあったんだけども、あ見たことあるとか言うわけですよ。やっぱそういうそれくらいみんながその一種のコミュニティっていうのかな、でみんなで頑張ってみんなで助け合ってみんなで行こうよっていうのがすごく僕はもう本当に感動したんですよね。でそれがとにかく僕は日本に行ってすごく希薄だなと思うんですよ、その感じが。なんかどっかで壁があって、その業界の中でも壁があって、いやいいじゃんもっと仲良くやろうよって思うから、僕はねいろんな監督さんと仲良くするし、はい、今回ですねこうやってお会いできてすごく嬉しいし、うん、とにかくヒットしてほしいし、いろんな人がヒットしてほしいし、 そしてみんなで業界としてみんなですごいことになっていかないと、うんね、うん、って思うんですね、はい、でそれは映画だけじゃなくて、いろんな企業がそうだと思うんですよ、業界がどっかでなんか競争の原理が働いちゃって、まあ、いいですよ競争するのはいいんだけど、助け合いながらだって競争できるじゃん、ゼロサムじゃないよって僕すごく思うんだけど、そこなんですよ。そこが圧倒的に僕が見たアメリカの業界と日本の業界の違い。はあ、まあ、びっくりしましたもん。はあ、って聞き返した僕。え、あのデビッド・フィンチャーだよねっつって。それでその後ちゃんと会ってくれたし、それで一緒にランチしながらいろんな話をしたりとか、そして一緒にやろうっていう話になったしね。やっぱそこなんですよね。経歴とか学歴とかそういうことじゃないって。今君は何をやってるんだっていうところで人が会ってくる。まあ、彼だけじゃなくてもうそうそうたるプロデューサーが僕と会ってくれましたよ。本当にもう名前言ったらひっくり返るような人ですと。とにかくドアが開いてるんですよ。常に開いてる。でそれをやれば全然変わると思う。だからそれは例えばさっき言ったように映画業界とビジネス業界もつながりましょうよって僕は常に言ってる。それドアを開いてっていう。みんな業界同士のつながりももう関係ないからつながっていこうよ、みんなでつながっていこうよ、とにかく中抜きの人たちなくしちゃって中間業者なくしちゃってそうです、ね、いやそれは言うべきことだと思う。これみんな分かってることだから、はい、しかしそこを言わないから変わらない。これもなんか怖がってしまって、いやいいよそんなことは、メディアの人たちも直接つながりましょうよ、やりたい人たち、ここでもいいですよ、はい、ここがつながったようにここもつながればいい、うん、なぜならばみんな求めてるものは同じなんです。理想はあるんです。こういうふうな社会にしたい、こういうふうに国にしたい、こういうふうな未来にしたいっていうことは大概みんな同じなんです。これは誰が何と言おうと、
それはやっぱつながってないから、それつながらないとそれはできない。それは本当にそう思う。こういうこと言うと桐谷さん熱いですね始まるから、それもいい加減やめてほしい。ああもうそういうのやめたいですね。本当にやめてほしい。上げ足取る、分かります、うんうん、もう本当にもうコメント欄が見える。いや本当に。でもそれもいい加減やめないと誰も幸せになれない。あれ何なんですかね、すぐ霊障主義というか。もうそれはそれ、そいつらを笑うべき、逆に。そういうふうに社会を変えていかないと、風潮を変えていかないと誰も幸せになれない社会、世界もし、もうすぐそこまでもう来てますよね、日本においては。誰も幸せになってないじゃないですか、これ。それで、でみんなで貧しくなって、みんなで悲惨な状況に行くんですかって話ですよ。僕は嫌だ。何がいけないんですかって僕はいつも言う、うん、暑いですねって言われて、あなたはなんでそんなに冷めてるんだっていう。多分逃げなんですよ、うん、なんか怖いというか。真剣じゃないんですよ、はい、なるほど、真剣じゃないんですよ、そこが。何度も言うけれど、それじゃダメで、そんな人間に何ができるんですか、そんな集団の国家に何ができるんですかっていうことです。だからストーリーがないんですよ、そこに。さっき言ったけど、物語がないからそんなことになっちゃってる。だからみんな真剣になってどうするかって、みんな真剣になって議論するべきだし、行動するべきだし、それを助け合うべきだし、支え合うべきだと僕は思いますよ。わかりました。いや本当熱いです。本当ありがとうございます、うん、本当にありがとうございました。松本さんもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、日本映画ビジネスをグローバル化するために、まあ、いろんなことを学びましたけど、やっぱり、まあ、やっぱ映画見に行きたいなと思いましたし、はい、本当にありがとうございました。桐谷和明監督と松本優作監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。